ニアカフェもね、おうおう、僕これツイッターフォローしてるんやけど、え、飲んだやつのカップを僕が処分しようとしたら、はい、それ食べようって止められて三宮です。これです。今回は駅名くじ引き、どこに行こうかという感じやね。神戸の決めましょうという感じで。ルールは至極簡単である。 JR 阪急阪神地下鉄などの各沿線の駅名くじから引いた駅に行く。その駅で決めたミッションをクリアする。以上である。なんとも行き当たりばったりな企画である。じゃあ引きます。行きましょう。もういやこれもう行ってるわ。嘘。春日の阪神いいんちゃう。春日の行ってみようよ。オッケー。春日のか今回。春日の行きましょう。到着しました。春日のルーレット行きますんで。今回のミッションを決めるルーレットの内容は、地元民おすすめの店に行く、昼飲みをする、お土産を見つける、創業50年以上の店に行く、ツッコミ50個、1万歩歩く、映え写真を撮る、1人1000キロカロリー摂取する、そして最後はもう1回回すである。行ってください。はい、行きますよ。はい、これで何するか決めます。いいよ。お願い。来た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 。あ、デルデルデルンっていうの。あ、まあいいか、音がないか。こんなことある？こんな土産のことある？春日の土産けど割となんか店も多いし、なんか春日のっぽいなっていうもんをじゃあ探すか。まあこういうな、うん、スイーツ。おめざやチーズケーキ。僕スイーツってのなかなかね。このピラニアカフェもね、おうおう、僕これツイッターフォローしてるんやけど、え、なんかこれ最近ね、うん、なんかこれ自販機置きはってんて、このここの、うん、で今度土産やん。これいいかもしれない。なんか、うん、あの毎日この自販機の売り上げをツイートしてはるの。今日は4000円でした、ありがとうございましたみたいな。これもいいやん。これあり。多分手作りでね。えピラニアカフェ、ちょっとこの春日の通の私から言うと、うん、まあ、ここもまあまあディープな商店街ねんけど、はいはい、もう一本ね、うん、西かあっちの方にあったら、はい、もっとディープな方の商店街、あのほんまの市場って感じのとこやろ。そう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 。あ、そっちは？あっち攻めてみよう。うん、すごい、何でも揃うよと。ほんまの市場って感じやな。けどあ、でもこういうさ、キムチとかもいいんじゃない。こういう本格的な韓国料理じゃない。キンパとか。ほんまや、確かに、ね、韓国牛さんすごいやん。すごいね。天ぷら、あ、天ぷらええやん。活気あるわ。すごいよ、うん、この商店街独自の靴。靴やな。いいね。けどほんまに何でも揃うやん。アジア食品。あ、これ珍しいんちゃう。名称物産。ほんまにあんまり見たことない。もう向こうのやつやから。鴨餅やって。すごっ。チーん、なんか寒天状になってる。ここなんかお菓子もよう見たことない。月餅みたいな。すごいな。エンジニアコーヒーというお店を見つけ、そこに貼ってある張り紙が気になったのでお話を伺うことに。スタンドの、はい、あのチャリティー。
あ、なんかちらっとこれ読んだんですけど、なんかアメリカでそういうのがもともとよくやってるやつなんですか。メルドケモハウスって言って、小児がんで、はい、子供病院で、はい、治療されてる方のご家族が滞在する宿泊所なんです。ほとんど支援でされてて、そこの支援をうちでレモネードというかレモン系のドリンクを飲んだら、はい、100円ずつ寄付されてるんですか。そうです。お客様の子供が、はい、あの入浴帰りで、はい、向こうでレモネードスタンドがあって、はい、そういう病院に寄付してるっていう話を知ってたので、はいはいはい、夏休みの宿題でそういうのをやりたいんだけど、ちょっといろいろアドバイスしてほしいと家に来たので、はいはい、それだったらうちでやんなよって言って、ここにでっかいオープンデッキ作って、はいはいはい、レモネードスタンドを作って、はい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 、で1日だけやったんですけど、それ反響が大きくて、そうなんだ、そのまま継続してうちで支援しましょうっていうことで、一杯ずつ作って出してるので、僕がこう味見してるうちに飽きちゃって、同じ味なんで、はい、これお客さんだって出るうちに飽きるだろうって言うんで、はい、めちゃめちゃバリエーションになるんで、そのうちの一つにエチオピアのモカゲイシャっていう、ほうほう、フルーティーなコーヒーを作って。作ってっていうことはうちで豆も焼いてるので、レモネードのコーヒーを作るためだけに焼いてます、これは。へえ。美味しくできるためにってことなんですね、はい、一番合うんですね、だから。そうです、びっくりします。コーヒーにレモンを入れて飲んでみよう、じゃあ。イエーイ、飲んでみよう、これ。はい、2杯じゃあ2杯もらっていいですか。お願いします。エンジニアコーヒーって、エンジニアってついてるので、業務用のコーヒーマシンのエンジニアなんですよ。もともとそうなんや。これはイタリアのラマルドッコっていうエスプレッソマシンです。これエスプレッソマシンなんですか。はい、そんなでかいんやか。そんな問題営業業務用のやつです。あ、でこっちはあの豆を入れて抽出するためのテスト用のマシンで、これはパウダーが入るので抹茶ミルクだとかそういったものが使えるので、そういった商品開発に使ってます。これはあの1回に5リッター出すコーヒーマシン。すごい、すごいたくさんあるな。すごいな。あれですか、もう機械が機械とコーヒーが好きでこうなったのかね。ね、コーヒーを美味しく飲みたいなから始まって、コーヒーが先なんだ。ハンドドリップでやったらなかなかその毎回違う。やっぱブレが出るんですか。ブレが出るし、道具で違うので、こういった機械で極力毎回同じように美味しい。時が飲めるようにって言って改造してます。プロやな、ちょっと半分一郎じゃないけど、確かになんかその前哲学感じ、なんか職人ですね、本当に。あのやりたくてなったわけじゃなくて、結果なっちゃったなってたんですね、気ぃついたら。せっかく来ていただいたので、はい、うちの美味しい豆だけを、はい、ブレンドしてしてるやつがあるので、はい、ちょっと飲んでいただいて、いいんですか。ありがとうございます。美味しい方、美味しい方、美味しくないものはやってないんですけど。すごい。おすすめの一杯って。おすすめのブレンド。これ3種類の豆入ってます。へえ、うん。飲みやすいですね。スッと入ってるわね。モカゲイシャとブラジルのクイーンショコラっていう豆と、ブラジルとコロンビアのブレンドした豆を中ぐらいに焼いたのと、へえ。ちょっと。もうちょっと焼いたのと2種類、うんうん、同じ豆を焼き方を変えてブレンドしたものを混ぜて、へえ、ガブガブ飲めるぐらい。なんかこれはね、味の設計をして、はい、あの割合を、はい、ブレンドの割合を決めていく。へえ、設計通りなんですね。じゃあこれは全部だけど、お客さんがこれよりももうちょっと酸味が欲しいって言った場合は、即座にそこでこう調整できるんですね。調整して、はい、すごいな。じゃあこれの割合。ジャニーズ WEST の仲間純太くんが一気飲みしたというこのお味はいかに。ジャニーズ WEST 純太くん、これあの女性からね、これ飲んだやつのカップを、僕が処分しようとしたら、はい、それダメよって止められてどうしてって言ったら、絶対
あの同じもの飲みに来るってファンが多いから、置いとったらいいって、 どうしたんですかって聞かれた時に捨てたって言ったらめちゃめちゃ非難されますよって言われて、そんなくだがこれ潤太くんが飲んだ、潤太くんが飲んだやつだって、洗ってお札の前に飾ってなんでお札の前にその中神聖なものの前に潤太くん商売繁盛でしそうです、しそうですけど、すごいなこれ、すごい、なんやろ、飲んだことないわこんな、全然ちゃう飲み物ですね、うん、これコーヒーって言われへんかったら分からへんぐらいの、うん、後味にあれコーヒーかなっていう、確かに、でこれ一気飲みしてましたうまっ、今日一気飲みできる感じも分かります、飲み、うん、すごいっすねこれ、うん、めちゃくちゃうまいこれ。これやっぱ研究に研究を重ねてここまで至ったんですか。機械のセッティングでギリギリまで行ってもうちょっとこれわかんないなってなると、もう豆の焼き方を変えます。ああ。でこれがベストな。また配合を変えたりして。いやもう最初はレモネードなんですけどね。うん、鼻に抜けるのがコーヒーなんですよね。すごいこの飲み物は。ほんまにうまいこれこれほんまにうまいですねこれ、飲んだことないけどほんまに美味しいな、なんかすごいですわこれ、ありがとうございました、ありがとうございます、すいません、すごかったね、いや多分ここでしかほんまに飲めないから、飲めないし前持って帰れるし、いい春日の道でした、確かに、ミッションクリア、クリア、いやあなたの駅かもしれません、ゆとり行こうぜ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 。